常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらぜひね、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。中国経済ガチカウントダウンの時間がやってまいりました。いやー、今日もね、ニュースが多すぎて紹介しきれない。まあでも経済危機の時ってこんなもんですよね。思い出してみたら90年代のバブル崩壊の時もね、日本経済カウントダウンでね、山のようにニュース出てました。はい、毎日のようにね、特に97年から8年にかけてね、あっちが破綻、こっちが破綻でね、まあ、山陽証券ぶっ飛んでね、ね、宅銀ぶっ飛んで、私が言ってた長銀もぶっ飛んでね、その後日債銀もね、まあ今、青空銀行ね、株価大暴落しましたけど、あれも元日債銀ですから、まあそんなニュースがね、毎日のようにあって、もうやれ竹中リストだね、トゥービッグトゥーフェイルだ、もうなんだかんだすごかったですよ。で、それと同じことが今、チャイナで起こってる。あれ、おかしいな。チャイナって確か、日本のバブル崩壊を完璧に分析、研究して、それを避けるための秘策があったはずじゃなかったの？おかしいな。まだ携帯電話の組み立てやってるから、オワコンじゃないはずなんですけどね、ひろゆきさんね。なんでダメなんでしょうね。為替レート関係ないって言ってませんでした？関係あんじゃねえの？どうなの？みたいなところなんですけど、またすごいニュース入ってきました。これね、今日の朝のニュースですけれども、ロイターのニュースです。中国の零細企業、輸出価格低下で、輸出価格下落で、存亡の危機というですね。そうなのと。ね、零細企業って大事なんですよ。企業の本当足腰ですからね。日本にもそういうちっちゃい製造業がいっぱいあってさ、ね、その上にあるね、まあそのおトヨタ様とかああいうとこ支えてるわけですよ。ね、で、そういうこう零細企業が輸出価格の低下でですね、かなり傷んでいるということなんですね。で、これね、個別のちょっとレポートなんですけど、照明器具の工場をやってるね、クリス・リンさんという方ね、この人の話なんですけど、海外の得意先から今年初めての注文を受けたとき、究極の選択を迫られたと。ね、で、その選択とは何かというと、赤字覚悟で受けるか、さもなければ従業員に春節後の解雇を言い渡すかというですね、なんでそんなことになってんのということで、この記事ね、こう書いてあります。この注文を失うわけにはいかなかったと、リンさん。10日から17日の春節後は、東部の大衆市にある工場の稼働率を半分ほどに減らして再スタートする計画だと。この顧客を永遠に失う可能性があり、そうなればこんなに多くの従業員の暮らしを脅かす恐れがあったと。生産再開を遅らせれば、我が社の事業は危ないと疑われ始めるかもしれない。噂が広がれば、サプライヤーの決定にも、影響するというふうに述べたということで、チャイナではですね、今ね、生産者物価指数の低下が、まあ、長引いていると。で、そのせいでですね、零細の輸出業者は、存亡の危機に直面していると。海外の金利上昇と保護主義の台頭によって、需要が縮小し、絶え間ない値下げ競争にさらされているということなんですね。まあ、つまり、チャイナ国内がデフレ、で、価格が下がってるでしょ。で、その価格が下がる、全体的にこの下がり、ね、デフレドライブが今かかってるわけですよ。で、それに付き合わざるを得ないと。ね、価格を下げないといけない。で、海外から注文来るのも、えれえ、安い値段でこんな作れるってくるんですけど、もう注文取らざるを得ない赤字確保ね。そうじゃないともう従業員確保して、その後も生産ができないと。もう究極の選択という状態になっていると。で、チャイナのですね、この生産者物価指数はですね、なんと15ヶ月連続で下がってます。もう1年以上下がってると。で、ギリギリまで今、利ざやを圧迫しているらしくですね、鉱工業生産と、雇用が脅かされ、不動産危機と債務問題による中国経済の悪化に拍車をかけているということで、30億でしれっと書いてますけど、30億ですよね。ね。不動産危機、ね。それから債務問題ね。ここにですね、このね、まあ生産者物価指数、デフレですよね。はい。まあ企業の、まあ収益圧迫問題ということがね、まあこれ拍車をかけてると。ね、しれっと書いてるけど、実は30億にあるということです。で、チャイナではですね、この輸出関連にも仕事で働いてる人というのがですね、なんと1億8000万人もいると。いうことです。で、この人たちが、このね、リンさんの、工場と同じような今、状況に直面しているという。やばいですね。ね、不動産だけの話じゃない。ね、債務問題だけじゃない。もう現場ですよ。もう、ね、経済危機が現場で起こってんだと、ね、いうことで。もう湾岸省もびっくりみたいなね、感じですよね。本当に。小田裕二来ちゃいますよ、本当ね。やばいですね、これね。はい。で、これに対するちょっとコメントが、出てまして、ANZ の首席エコノミスト、レイモンド・ユンさんという方ですね。デフレに対処することは、約 5% と目される、今年の経済成長率を達成する以上にですね、優先されるべきだと。企業は商品価格をカットし、ついで従業員の給料をカットしていると。消費者は買わなくなるだろう。悪循環に陥りかねないと、いうふうに言ってます。で、これは日本でも起こったことなんで、皆さんもお分かりだとは思うんですけど、デフレが進むとですね、まあ基本的に従業員の給料は上がりません。
で、次にですね、新規採用が抑えられます。で、その新規採用が抑えられたことによって、まあ、チャイナのね、職を失った若者たちが図書館に通ってるって話題をね、以前私このチャンネルで取り上げましたよね。新卒採用、ね、もしくはその中途採用に今、ものすごい悪影響が出てると。で、さらにですよ、ね、今回の記事ってのはそれに踏み込んでですね、今働いてる人も、解雇しなきゃいけないかもしれないみたいな状態ね。これ日本でも問題だったらリストラですよね。追い出し部屋、リストラみたいな。まあこういう話で、まあチャイナは労働法ないですから、労働三権ないですからね。従業員が騒ぐと警察介入してくるみたいなね。しかもその雇用側でね。はい、雇用者側、企業側で警察介入してくるみたいな世界なんで、まあこれ、悲惨なレイオフがこの後行われる可能性があると。まあついにですね、給料が上がらないからね、新規採用の、雇い止め、この段階を超えてですね、リストラというですね、もう最終段階へと今、このね、雇用情勢も、まあ悪化の一途をたどってね、もうその最終段階に今来てるということはこの記事からもわかると思います。で、一個ちょっとデータ確認しますね。同じ記事からですけど、中国製造業の利益は昨年 2.3% 減少しましたと。製造業で利益が 2.3% 減るって結構きついですよ。ほんと利潤が薄い商売ですからね。はい。で、新型コロナウイルスにより打撃を被った2022年の 4% に続いての減少と。公式調査によると、製造業の活動は去年の1月から4ヶ月連続で、輸出の受注は、縮小していると。活動は、4ヶ月連続、輸出受注は10ヶ月連続で縮小と。輸出の受注はだからもうすごい減ってるということですね。で、こんな状態なのにさ、去年 5.2% 経済成長した？嘘じゃねえの嘘でしょ？ねえ、ね、携帯電話の組み立てやってんのはわかるけどさ、さすがに 5.2% 嘘なんじゃねえと、いうことで、で、なんか政策当局はですね、成長目標達成のための別のレバーを引っ張ろうと、しているそうですが、まあ個人消費もね、そんな伸びないと。いうことで結構厳しいなと。で、さらにこの記事ね、面白いんですけど、貧乏暇なしというね、込み出しがついて、こんなこと書いてあります。中国はこれまで、消費者よりも製造業に金融資源を多く振り向け、EV ね、電気自動車など、高級品分野でも、設備過剰とデフレ、懸念に拍車をかけてきたと。ある自動車、金型工場の幹部は、自社の生産と輸出は増える見通しだが、利益は減りそうだと述べ、貧乏暇なしだと。競争か、激化を嘆くということで。まあ、自らね、不正な輸出補助金みたいなことをやって、ダンピングした結果ですね、国内の、まあ、会社同士が、まあ、利材を削り合ってですね、全然儲かんないビジネスモデルになってるということですね。これ、太陽光パネルなんかでもね、同じこと昔ありましたけれども、まあ、結局ビジネスモデル変えられないんですね。はい。パクった、モデルで走り出すみたいなね。はい。テスラが言ってるって言ったら、テスラをパクった BYD に国家資源投入して、ね。国家の、まあその、国家権力を背景にしたですね、不正競争をやってですね、ダンピングして、でも市場席巻するっていうパターンなんですけど、まあそれの代償はですね、利材の減少ね。もう働けどね、我が暮らし楽にならざり、貧乏暇なしみたいな。まあそういう、まあ競争激化を招いていると、いうことです。まあ本当にちょっとチャイナ経済厳しいなと。いうことですね。で、さらにですね、まあ、2015年ね、チャイナは、まあ、株価の大暴落になってね、あの時も、まあ、一時的に経済デフレになったんですけど、今回は違うと。This time is different というね、そういう話をしております。で、何が違うかというとね、もうこれもさっきのロイターの記事なんですけど、2015年の時はですね、国有企業が支配する製鉄などの主要産業が、設備過剰に、まあ、見舞われたんですね、2015年。で、当局は、こうした、企業の事業を縮小して、供給を減らすとともに、需要拡大のためにですね、インフラ、不動産建設、まあ、つまり、不動産バブルを膨らませるようなことをやったんですね。例の融資平台ですよ。まあ、その付けが今来ちゃってるんですけど、あの当時はまだですね、土地価格が安かったんで、不動産バブルを吹かすということでね、まあ、その、もう一個のね、エンジンをね、バーッとこう、回すことができたんですね。まあ、製鉄などだからその手のね、製鉄系のインフラをぐっと絞る代わりに不動産を吹かすことで、まあ、このマイナスをこう、埋められたんですけれども、今はですね、不動産セクターそのものがもう過剰ですよね。で、この記事によればですね、ところが今回は民間セクターの、設備余剰という側面が強いということで、民間セクター全体の設備余剰に今すでになっていると、電子機器、化学、機械メーカー、そういったものがですね、もうすでに過剰設備になっていると。で、したがって供給を減らすのは難しく、今後は需要サイドの対応を拡大せざるを得ないということなんですが、需要サイドをね、まあじゃあ拡大しようと思って金融緩和したらどうなるかというと、今不良債権山ほど抱えてるでしょ？ね、金融緩和してもですね、この不良債権の延命に金が使われるだけで、全然消費が拡大しないという今現象に陥ってるわけですよ。まあ、つまり今必要なのは何度も言ってますけど、不良債権の処理をちゃんとやんないとですね、その先に進めないわけですよね。でもチャイナの当局は、まあ、毛沢東の調整のね、
経験があるので、時間が経てばなんとかなるんじゃないかということで、ひたすらまあこの時間稼ぎばっかやってるんですけど、時間稼ぎしてる間にむしろ問題が大きくなってるというのがまあ今の現状だということですね。で、この件に関してですね、IMF がね、かなり厳しい見方をしてまして、チャイナの、経済成長率ね、公式統計でも 4% 割れるだろうと、今年来年にかけてね、不動産対応に、不動産の対応が遅れれば、実質成長率はもっと下がっていくだろうというふうに言ってますと。で、先行きの見通しは下振れリスクが上振れリスクを上回るというふうに言ってます。で、この件についてですね、チャイナの当局がね、これなんだ、これだ。なんか IMF とのですね、経済の認識にズレがあると、いうことで、これもロイターの記事ね、昨日出てるんですけど、ヘッドライン公開であります。IMF と中国、経済の認識にズレ、大規模な景気刺激策は不透明という記事なんですけどね。中国経済は外部から悪化しているように見えるのだろうか、IMF の、対中審査報告に対する中国の反論を見る限り、その通りだと。各国が IMF と全面的に合意することは滅多にないものの、より大胆な政策支援を期待する向きにとって、この意見の相違は、期待に水を差すものだということです。IMF はだからチャイナの経済厳しいって言ってるんだけど、チャイナは大丈夫って言ってるんですよ。で、大丈夫って言ってたら対策しないでしょ。だから、対策ねえんじゃねえってことで株とか売ってるわけですよね。ね、だからこう自分で自分の首絞めてるんですよ。いわゆるその、外国はそう言ってるけど、あいつら俺たちのこと分かってないってこう、洗脳をやればやるほどですね、その海外の投資家、これダメだな、こいつらと。何の反省もねえなと。現状分かってねえなってことで、まあ、どんどん売り浴びせてくると、いうことです。で、IMF はですね、4条協議というのでね、緊急トーンを打ち出したそうです、チャイナ経済に対してね。不動産危機と弱い外需が打撃になり、2024年の経済成長率は 4.6% と、去年から鈍化すると。で、さらに地方債務、これもね、問題だし、高齢化、その他の、既存の大きな不均衡が高レベルのリスクと不確実性をもたらしていると、これらのリスクを抑制するために包括的な戦略が緊急に必要と訴えているんですが、チャイナは、いや、そんなことないです。我々の経済絶好調ですよ。あなた何言ってんですか？チャイナのこと何も分かってないじゃないですかとか、やるもんで、と、全然この政府危機感ねえじゃんみたいな捉え方をされてしまうわけですよね。はい。で、まあ、そのチャイナね、当のチャイナ何やってるかというと、また相変わらずね、小出しのね、はい、経済対策に終始してるということで、これもまたロイターの記事なんですけど、中国の不動産、総有や CIFI など、地方政府の支援確保というですね、まあ、記事が出てました。これはですね、その、CIFI ね、これね、なんていうもんだろうな、狂気高校集団というのかな、それから、そういう中国、緑地高校集団、中春集団などですね、一部のプロジェクトが地方政府から、融資対象として適切と認定されたことを明らかにしたということで、まあ、地方政府によるね、まあ、その、金融支援が受けられますと、いうことなんですが、あとね、碧桂園もね、30以上のプロジェクトが地方政府の金融支援の対象として認定されたというふうに公表してるんですけど、こういったですね、その付け焼き刃な融資とかを求めてないわけですよ。ね。海外の人はもうそもそもその不動産バブルを吹かしてね、景気のエンジンにするっていうモデル自体が崩れたわけだからさ、もうちょっと長期なね、ね、長期の経済ビジョン、もうそういうのに頼らない。まあ、これの処理そもそもどうすんだって話と、その先のね、処理が終わった後じゃあどうすんのと、チャイナの経済モデルどうすんのよって話を聞きたいんですが、それが全然聞けないと。ね。で、去年三中全会バックれたでしょ。あそこで本当は長期計画出さなきゃいけないですよ。で、その長期計画を出す会議をバックれてるわけですよ。で、しかも、IMF がね、親切にね、ね、これ緊急事態だからなんか対処しなさいよと。これこれこういう理由もあってさって教えてくれてんのにさ、そんなの関係ないと。おたくら何見てんだ、中国経済の。何も、外国人はチャイナのこと何も分かってません。我々被害者ですみたいなわけわかんないこと言ってるんで。これはもうどうしようもねえなと。うん、いや、君らがね、その下手打ってさ、今こんなことになっててね、こういうとこダメだから直した方がいいよって教えてあげてんのにさ、何その態度みたいな感じで、まあ市場ではですね、チャイナにこのパニッシュメント食らわそうということでね、売りが、まあバンバン膨らんでいると。まあ株価がね、相変わらず冴えないのは、まあこういうの踏まえた話なんですけど、まあ相変わらずですね、こういうね、小出しの付け焼き刃のことやってね、もうこんなに対策しました完璧です、みたいなこと言ってるんですけど、これ誰かに似てますよね。ね、皆さん覚えてます？そうです。白川正明ですよ。ね、白川正明が、この日銀総裁時代ね、ほんと付け焼き刃の金融緩和ね、全然金融緩和になってないんですよ。だけど名前だけ金融緩和って書いてある、小出しの金融緩和ね、もう、小出しですよ。ほんと小出しで。ほんとの意味で金融緩和になってねえようなことやってね、散々言い訳してましたよね。あの姿に
重なりますね。今共産党は白川化しているみたいなね感じで、もう実物本人をさ、もういいよチャイナ送って、いらねえから白川チャイナ送ろうぜ、もう本当大歓迎されてるかなと思うんですけど、まあ、そんな感じでね、今チャイナですね、まあ海外から非常に厳しい目にさらされてるのは、まあこういったですね、当事者意識のなさね、せっかく教えてあげてるのにこういう態度悪いことやってるので、まあだから見捨てられてると、いうことでございます。はい、ということで今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方をお願いします。それから私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、八重洲イブニングラボというね、私のねオンラインサロンありますので、よかったらぜひそちら入ってください。無料で登録できます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。